すぐ、今日からもしくは明日から使えるテクニックをガンガン話していこうかなと思います。要はフロント商品の位置づけっていうのが、まあ、もう勉強されてるんで分かるとは思いますけど、このフロント商品でまず、まさきさん何ですか位置づけ、まあ、僕が今日伝えたいことは、まあ、いろいろあるんですけど2つあります。どうもあれあれ吉谷さん、髪の毛切ったんですかと思われたあなた、正解です。髪の毛切りました。白髪がすごい出てきたね。白髪がすごいあるね。白髪が出てきました今年で、今41で今年で42になりますけど、今回はね、カミモンさんっていうね、ゴードさん、まあ読み方はゴードさんなのかな。僕ラップ聞くんすけど、そのラップの中でも超マニアックなね、ポエトニーラップみたいな、なんか詩人なんかすごいラップなんですよ。で、このまあ音楽ってロックが好きとか、ハードとかメタルとか、ピップホップとか、まあいろんな音楽あるじゃないですか。どうすか、あと演歌とかね、どうすか、昭和の歌謡曲とかね、いっぱいありますよね。で、そのまあそう、カミモンっていうね、カミモンゴードって読むらしいんですけど、まあ僕は神、もうそのまま神門にしてるんですけど、まあゴードさんっていうね、方がいらっしゃるんですけど、この方好きで、ずっと聞いてるんですよ。まあ興味ある方は調べていただくと、Amazon Music とかでも出てきますんで。でね、この人がね、ずっと続けてるんですよ。で、途中で、まあ売れなくて、市役所に、入ろうかなって、市役所の勉強して入ったりと、入ろうとして落ちるとかね。なんかそういう物語もあったりとかして。で、ずっと続けてるんですけど、今ね、ある程度生計立ててるっぽいですよ。昔は全然売れなくて超大変だったけど、今は、まあずっと続けた結果、まあ、なんだ。まあ生計立ててるみたいな、ありますね。まあ続けてほしいんですけど、まあ今回ね、そのゴードさんの、カミモンさんのお話ししてる理由としては、その価値ですよね。まあ、今回その販売する商品の価値っていうのが、まあ、5万円のセミナーをやったんだけども、まあ、参加してくれてる人にが、まあ、いくらぐらいの価値がありましたかって聞いたら、50万円以上ありましたみたいな言っていただいたんですよ。まあ、あなたにとってね、50万円の価値があるかどうかわからないけれども、まあ、参加された方の中では50万の価値があるって言っていただいたんですよ。で、あなたは50万の価値があるとは思わないかもしれないですよ。で、要は、さっき一番最初歌の話もしましたけど、僕はそのゴードさん、カミモンさんの歌はすごいいい歌だなっていう、まあすごい、なんか僕もね、あ、こういう歌い方というか、こういうラップがあるんだっていうね、すごい、痺れたんですけど、使ってる言葉がね、なんか生き様というかね、なんかああいうラップってまあ、多分ね、一般には響かないでしょ。一般には響かないんだけど、特定の人に刺さるみたいな感じですよね。僕みたいなマニアみたいな人には刺さるみたいな。そう、だから価値って人それぞれ、あるわけですよ。価値ってね。そう。だからまあね、もう髭今ないですけど、昔ね、髭面で撮ってたら、吉田さん、その武将髭めっちゃかっこいいですねって言われたんですけど、まあ人にとってはね、ヒゲ面汚いっていう価値ですよね。ヒゲ面汚いみたいな話なんだけど、ある人にとっては、なんだろうな。ある人にとっては、武将ヒゲがめちゃめちゃかっこいいみたいな。どうですか？ある人にとっては武将ヒゲがかっこいい。ある人にとっては不正、清潔感がない。汚いですよね。こう面白くないですか？ある人にはとってはかっこいいっていう価値だし、ある人にとっては、汚いっていう価値ですよね。これ、だから、まあコンテンツビジネスをやっていく上で、この価値っていうのがすごい大事なんですよ。で、よく、私の商品売れるんですかとか、なんかまあいろいろあるわけですよ。なんか問題、なんか悩みというか、その不安というかね。だけど、あなたにはあなたの価値があるんで大丈夫です。なんか、僕、世の中ってうまくできてるなってたまに思うのがあるんですけど、なんかモデルさんとかいるじゃないですか。雑誌とかテレビに出るようなモデルさんだったりとか、雑誌に出るようなモデルさん。まあ、かっこいいし、可愛いし、綺麗だしっていうのはあるじゃないですか。じゃあ、
そう、まあその価値がありますよね。かっこいいとか綺麗とか可愛いっていう価値があるじゃないですか。で、人々がその価値しか評価しないんだったらですよ。その人たちしか結婚できないじゃないですか。どうですか。だからたまにいると思うんですけど、めちゃめちゃ可愛い女性なんだけども、なんで付き合ってるみたいな、このアンバランス感あるじゃないですか。たまにいません？アンバランス感。世の中うまくできてるなっていう。世の中うまくできてるなって。まあ確かにね、一般的にはそのあるじゃないですか。その雑誌とかテレビに出てるしね。でもそれは一般的な価値があるけども、こっちの価値もあるよって話なんですよ。あなたにも価値あるよって話で、あなたにも売れるよって話なんですよ。だあなたが発信すればあなたに価値があるっていう、ね。でもみんななんかその周りをやっぱ見ちゃうんですよね。周りがどうのこうのっていう。なんかそれは世の中でもそういうものあるよねっていうのを知った方がいいし、あとはこれ自分で発信しないとわかんないんですけど、まあ発信しないとわかんないですね。発信してください。だって僕から言わせるとね、一応僕20年やってんすよ。20年ね。20年やってるんだから僕から全員変えようっていう話じゃないですか。でも僕の生徒さんの塾に入ったりとか、僕の生徒さんのコンサルに入ったりとかしてるわけですよ。ね。で、その生徒さんから見ると、その僕の生徒さんが先生だし、わかります？僕はね、変なキモいおじさんなんですよ。多分。わかります？だなんか吉谷さんだからできるんでしょうっていうのがやっぱあるわけなんですけど、いや僕しかできなかったら僕の塾生さん誰一人稼げないよって話で、誰一人売れないよって話で、だって73歳の人でも売りましたからね、商品去年バンダン音声対談しましたけど、どうすか、あとまあ僕の塾は幅広くて、一番下は19の人いてましたね。10代の時に塾入りましたっていう人いて、上は73ですよ。相当広いですよね。幅広くやってます。どうもありがとうございます。いや、幅広ないですか？ 19 から73って相当幅広い塾だと思うんですけどね。だから価値っていうのはね、本当だからまあ僕今回ね、ゴードさん、上門さんっていうのはちょっとご紹介させていただいて、まあ僕結構聞いてるんですよ。で、まあ、興味あったら調べていただいて、聞いていただいて、多分合う合わないあるだろうし、そのなんだろうな、ちょっと、好きっていう人もいるし、どこが吉谷さんこの、なんだ、その、ゴードさんの、この、神、ゴードさんの曲のどこがいいんですかっていう人もいるでしょうね。これ聞いて、なんなんですかみたいな。これ、吉谷さん、これちょっと価値がわかりませんっていう人もいるでしょうね。だけど、吉田さんめっちゃ良かったですっていう人もいるだろうし、だからなんすかね、人それぞれですよ。人それぞれだから、こうじゃないといけないっていうのはないので、そうだから、例えばお寺がね、ここお寺ですけど、お寺が好きってお寺に価値を感じる人もいるわけじゃないですか。でもお寺に価値を全く感じない人もいるわけじゃないですか。どうすか、日本って結構そのお寺って結構あれじゃないですか。で、そこに価値感じる人もいれば価値感じない人、お寺行ってどうすんのみたいな。そう。ちょっとね、撮影スポット変えたんですよ。さっきね、撮影スポット行ったら蚊がめっちゃいて、さすがにその蚊に3匹ぐらい刺されて、無理やと思って。退治したんですけど、めっちゃ痒いし、すいません。めっちゃ蚊がいて、無理でここで撮影してるんですけど。もう蚊の季節ですよ。大丈夫ですか、めっちゃ痒いっすね。3匹ぐらい刺されたんですけど。ちょっとスポット変えました。ここはちょっといない感じなんで。そう。だからね、まあ、発信してください。発信しましょう。あなたにしかない価値があるんですよ。でもそれは、やってみないとわかんないですね。やってみないと。でもやる前からみんなあだこうだ言うので、まあ僕がよくひしきりに言うのが、その情報発信、コンテンツビジネスに関しては、金銭的なリスクがないんですよ。ね。この YouTube で発信するにもタダだし、TikTok で発信するのもタダだし、Twitter で発信するのもタダだし、なんだ、インスタで発信するのもタダなわけじゃないですか。
まあ、最初から有料広告やる人もいるので、まあ、それはちょっとリスクあるかもしれないですけど、まあ、僕はね最初から有料広告が進めないので、だから最初の段ベースとしては無料でやりましょうって言ってるんで、無料に関しては金銭的なリスクはないですからね、はい、始めやればいいと思うんですよね、本当に。僕はやりますけど僕はやりますけど、みんなやらんからね。まあとりあえず、まあ今回の商品はちょっと中級上級者向けの商品なんで、まあすでにやってるよっていう方はもう本当めちゃくちゃおすすめです。ですいません、初心、次あのね、探してたらありました。初心者向けの。初心者向けのあったんで、これが終わったら初心者向け出すんで、大丈夫です。初心者の皆さん。大丈夫。ね。今回の出すのはすいません。あやさんがちょうど来たから、そのあやさんが参加してくれたやつに絡めてやりますんで、そうあやさんが50万の価値がありましたって言ったやつですから、そう、いいですよ内容は本当に。でも初心者が見るとよくわかんないと思います。まあこれ言う、しきりに言っときますよ。まあでも初心者の人でも欲しければ買えばいいんですけどもただ言っときますね、一応初心者向けではありませんよ。なぜならば参加した人が全員中級者以上の人しか参加してないセミナーなので、初心者に話すようなことはあんま話してないです。でもうーん、初心者の方でも気になる方は買っていただいてウェルカムですから。勉強するのはね、別にね、初心者でも中級者上級者勉強してもいいわけじゃないですか。まあそれはお任せしますけど、でも内容はね、めちゃくちゃいいので、これから、まあ、コンテンツビジネスやっていきたいっていう方は、まあ、見といて損はないセミナーかなと思います。で、あとは僕、セミナーそんなにもうやってないので、まあ、貴重な映像になるかなと思います。いや、それにしてもね、かゆいですよ。蚊に刺されて。それにしても。めっちゃかゆい。めちゃめちゃかゆいですね。蚊が嫌ですね。蚊が嫌ですよ。まあ、年取りましたね。もう、だってすごくないですか、白髪が。白髪が。ほら。年取ったね。やばい、なんかね。あ、僕あの、床屋っていうか、その床屋美容院なんか、まあ、あの、鏡見るの嫌なんですよ。鏡見るの、あの、もう地獄ですよね。だから目つぶるんですけど。やってくれって。どうすか、あれ好きですか。もう、その髪切るときぐらい自分の顔見たくないですよね。もう毎日見てるからね。インカメで。インカメで自分の顔見てるからもう見たくないよみたいな。いやー、髪の毛なくなってきた。しかもね、でもあと、そうそう、もうあと嫌なのがあれなんですよ。髪の毛が薄くなってきたんで、シャンプーするとペターンってなるんですよ。ペチャンって、そのペチャンってなってこう溶くじゃないですか。もうね、海藻みたいな、わかめ、海藻、この海藻わかめの頭をこうずっと自分で見るっていうね、残念っていう。今ちょっとね、これワックスつけてもらったんで、どうですか？ちょっとボリュームあるように見えるでしょ？さすが美容、切ってくれる人ね。ちゃんと分かってるんで、僕が薄いの。ここ、ちょっとトップを上げてくれてますから。本当はもう薄いですからね。本当は。でもこれ分かんなくないですか？結構分かんないでしょ？分かんないな。結構分かんなくね？これ。これ映像だけだとあんま分かんないですよね、多分。いや、ほんとハゲてるんですよ。ハゲてるんですよ。全然ない。マジックですね。ハゲ隠しマジック。はい。今、13分か。はい。まあ、ということで、来週ですね。来週の木曜日、水曜日だったかな。まあ、再生リストにちょっと記載しておき、してますので、あの、販売日。3日間かな。今回3日間でやりますんで。まあ、今回はね、まあ、中級者向けなんで、まあ、中級者の人は全員買えって話ですね。そう。まあ、中級者の人だったらわかると思うんですよね。価値が。
わかんないか、どうなんだまあ見てみないとわかんないか。いや見てもらえるとなかなかいい話してると思いますよ。あとね、それあとそうなんかね忘れました忘れることもあるんですよ、年取ったからね。年のせいにしときましょう。あ、そうそう、言おうとしたのが、その、情報の価値に関しても、その、変わるんですよ、自分のステージによって。自分のステージによって変わるんですよ。例えば、じゃあ、昔、その、価値を感じていた絵本があるとするじゃないですか、絵本。面白い。ママ読んでー、ママ読んでーって。なんだっけな。僕がよく読んでくれてた絵本が、グリとグリルだったかな。グリとグリルでしたっけ？リスが2匹のやつと、グリルとグリルと、腹ペコアーモシとグリとグリル、グリとグリ、なんちゃらだ。あとなんかもうなんかあったと思うんですけど、それをね、好きだったんですよ。で、今、じゃあ、そこに、昔みたいな価値を感じるかっていうと、それで感じないですね。腹ペコアーモシ見ても、当時のような価値は感じないでしょうね。どうすか。昔お母さんに読んでもらった絵本、今大人になって価値を感じますか？同じ情報だけどね。だからそのステージによってその価値の変動もあるんですよね。面白いことで。そう、同じ情報なんだけど、いつ受け取るかによってその価値も変動するんですよ。情報の価値っていうのが。だからこれも面白いですよ。これも知っとくといいと思います。そのステージによってその価値が変動してしまうと。だから同じコンテンツを売ってたとしても、この受け取る人のステージによってこの価値が変わるんですよ。また。同じものだったとしても。だから初心者の時にこれを、コンテンツを買った時に価値は受け取れなかったんだけど、中級上級になってこれを見ると、めっちゃいいこと言ってんな、みたいな。でも内容一緒なんですよ。これ面白いですよね。内容一緒なんだけど、初心者にとっては価値を受け取れなかったけど、中級上級になってくるとめちゃめちゃいいみたいな。わかります？なんかこれもね、面白いですよね。なんかいろいろあって。はい。ということで、今何分？ 17 分ぐらいか。いやー。いや、もう、だここら辺も、白髪だらけじゃないですか。やばいね。いいっすね。若いって。はい。ということで終わりましょうか。で、まだ裏メルマが登録されてない方はね、登録しといてください。いいね。若いね。若い。若いなぁ。いやね、あとね、ぼやきになっちゃいますけど、僕は年取ってね、本当に思うのが、年取ったなっていう。だってもう、白髪で結構だいぶ出てきたからね。いや、本当に僕ね、いっぱいやった方が、今ね、やらない人生もあるかもしれないですけど、やれなくなりますから、だから、あやさんともね、いろいろ対談してましたけど、やっぱ、やれなくなりますからね、あやさんももう、来年で50か。あやさん50で、50に見え、今49に見えないですけどね、あやさんね。あ、もうなんかやってるでしょうね。49であれはないですよ、多分。見えないですね。ない。すごいでしょ。もう50なる。あやさん50って意味深だな。いや、僕もね、今年で42で、今 41で今年の10月で42になりますけど、いやーって感じですね。いやーって、いやー。いや、ほんとだ。あっという間に人生終わりますよ。大丈夫ですか？人生時間ですからね。ほんと時間ですから、人生。限られた時間を何に使うかって話ですよね。で、限られた時間をできるだけ自由に使いたいんだったら、自由に使える手段を選ばないと、やっぱ、ねえ、工場で働いてたら自由な時間はないですよ。で、今その手段があるわけですから、自由な時間を担保できるね、手段が。本当にコンテンツビジネス、マジでいいと思いますよ。てか、コンテンツビジネスぐらいじゃないですか。たった一人でほぼリスクなく、自動化もできて、粗利も高いっていう。そう。
まあ、あのね、あの、その、YouTube の広告で、その、あ、うまいなっていう人がいて、YouTube の広告で出てたんですけど、あの、皆さん、嘘をついてます。彼ら嘘をついてますみたいな広告出してる人がいて、その、物販とかの広告とかいっぱいあるじゃないですか。物販で稼げますよ、みたいな。で、その広告を言ってた人が、彼ら嘘をついてますと。彼ら物販やってないですよ、と。で、彼らがやってるのは、その方法を売ってるんですよ、と。そっちの方が儲かるんですよ。だからそれをやってるんです。まあ、そうだよね。で、その、物販のやり方を教えるコンテンツの方がいいんですよ。ぶっちゃけ。だからその広告も、丸々で、なんかその、メルカリでどうのこうのとか、物販でどうのこうのっていう広告を出して、そのやり方を、興味ある人リストを取って、その手法を教えるみたいな話ですよね。コンテンツですよね。だからまあ、基本ね、コンテンツビジネスですよ、ほとんど。うん、丸々で稼ぐっていう、それだけが変わるだけで、やってることはリスト取って売ってますからね。いや、ほんとね、コンテンツビジネスマスターすると何でも使えるんで、めちゃくちゃおすすめですけどね。はい。いや、天気がいいです。天気が良くなってきたかな。はい。では終わりましょうか。で、裏メールも登録してない方は登録しておいてください。では。